皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はロストジャッジメント、裁かれざる記憶のファミ通紹介をしていきたいと思います。生徒たちとの交流を描く新コンテンツ、ユースドラマ、さらに洗練されたバトルアクションを紹介します。バトルスタイル、演武、名前の通り踊るような動きで全方位の敵を攻撃できるバトルスタイルです。周囲の多くの敵に囲まれた時などは演武のアクロバティックな動きを活用すれば一掃することもできます。新バトルスタイル、流れ、新しく追加されたバトルスタイルの理由です。相手の攻撃を受け流してダメージを与えたり、敵の武器を無力化したりすることに長けています。流れで使える技をうまく使えば敵を拘束することもできるようです。バトルスタイル一戦、前作にもあった一戦は怒涛の連続攻撃で一人に対して集中的にダメージを与えることを得意とするバトルスタイルです。ボス戦で活躍すること間違いありません。ヤガミがダンス部と思われる面々にダンスレッスンをしているような美写があります。そしてスケートボードで鮮やかなトリックを決めるエクストリームスポーツも収録されています。暴走族とバイクでレース、手前のバイクに搭載されたガトリングガンが気になります。ロボットコンテストに出場して他校のロボットと対決します。前作のドローンのようにカスタム要素もあるかもしれません。ボクシングを指導しているようなヤガミのシーンもあります。得意とするバトルアクションはここでも発揮できそうです、といった感じですね。まあ、様々なシステムがあるということですね。まあこれはやり込み要素としてもそうですし、冒険にも役立つ能力を得られそうですね。まあそんな感じで今回はこの辺でロストジャッジメント、裁かれざる記憶のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。